はい、こんにちは、ソラとゆきです。今日は対談動画です。対談動画です。ゲストをお呼びしてます。中田晴美さんです。よろしくお願いしますよろしくお願いします。こんにちは。はい、中田晴美さんは私の紹介者に島田充さんがいて、島田充さんの紹介者に高橋ひろえさんっていうブルーダイヤモンドのね、高橋ひろえさんがいて、そのお姉、その紹介者で高橋ひろえさんのお姉さんでいらっしゃいます。よろしくお願いします。今日はね、晴美さん の, あのホワイトテラ、なんでドテラをやってるかっていうお話と、仕事を、ドテラに出会ったところから、なんでドテラをお仕事にしたいと思ったかっていうお話を聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、私は2010年のね12月、ものすごくね体調が悪かった時期だったんですよね。まあいろんな、ね、女の子としていろんなことが起きる時代、時期じゃないですか、その時期ね。そうそうそう。でその時に、まあ、病院で薬もらったりとかもするんだけど、なんか違うなって、これ薬でっていうのはちょっと違うなって思ってた時に、そのエッセンシャルオイルねちょっと塗ってみないかっていう話があって、でそう塗った時になんかこれ違うってすぐ分かって、でそこから使い始めたんですけど、ものすごくね製品がいいっていうのはすぐ感じたから、やっぱおせっかいだからね女ってね、すぐ言って回るんですよ。だけどやっぱりね、これネットワークビジネスっていうブロックがあってね、私は絶対仕事にしないって決めてたんです。もう絶対しないって。っていうのはネットワークビジネスは以前やってたから、いいとは知ってるんですよ、ね、だけどその会社によって仕組みが違うから、私がやった会社は、いいとこもあったんだけど、ちょっと私がここは引っかかるっていうところがどうしても拭えなくて、もうここは絶対にしない、友達に言えないってなって、そっちを辞めたんですよ。そっちの前やってた方のネットワークをね、そうそうそう、辞めたんですよ。それってそのドテラに出会った時も、そのネットワークはもう辞めてたんですか？辞めてた、完全に辞めてた、もう10年前ぐらいとかに辞めてた。だけどその一回ネットワークビジネスをやって、その途中でこのシステムが良くないって気がついた時に、申し訳ない、みんなもう私辞めるねっていうのが、すごくやっぱり申し悪いなと思ったんですよ。ある程度みんなにこれいいよこれいいよって言ってきたのにね。だからもう二度とやらないって決めてたんです。だけど製品が良すぎるから、しないんだけどさ教えてあげるって言ってね、教えてあげてたら使う人がいっぱい増えて、で毎月話が聞きたいってなって、アロマ講座とか愛用者なんだけど、シェアラーなんだけど、ずっとやってた。5年間ね。5年間ね。もうそれは全然仕事としてじゃなくて、考えずに、もうシェアラーとして完全にもう、もう使っていいよって。そう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 。まあ、紹介者が絶対いるからね。そうそうそう、まあ。私が代わりになってあげるからね、みたいな感じで。そう。教えてあげてもいいよぐらいのスタンスでやってたんですよ。なるほどなるほど。でもね、やっぱりすごいからね。広がるのよこれが使いたい人がいてね。でやっぱりほら皆さん世の中おせっかいなし、いい人が多いから、自分がいいと思ったら、ちょっと来月さ話聞きに来ていいみたいな感じでどんどん連れてこられるんですね。その製品をね、こうシェアしてる時に、その報酬プランを聞くチャンスはなかったんですか？いや聞いてんの、聞いててね、一回やってるからね、俺一回で全部覚えたの。いい感じで覚えた。ドテラの報酬プランね。それでね、当時はね、愛用者とそのお仕事をするっていう、今でいうね、WC ね、WC が愛用者でしょ、カスタマーね、でこっちがあのビジネスってなってね、値段買う時の値段がね違ったんですよ。ビジネスする人がねちょっと安かったの。だからね、ビジネスはしないんだけど全員がビジネスの人だったんですよ、登録する時。安く買いたいからね。安く買いたいからね。だからやらないんだけど、一応報酬プランを教えるっていうのが、ルールになってるから、ちゃんとね報酬プラン教えてたの、みんな。自分が紹介者の人ね、それ私はやらないんだけどね、こんな風にやってるみたいっつってね教えてたのよ。そしたらその5年目にね、これ私本気でやりたいって人が出てきてね、アメリカのコンベンション、横浜のコンベンションにね行きたいって言ったの、その人。それで私ね、あら私
私が教えた責任もあるしね、うん、なんか一人で行かせるの気の毒やなと思ってね、うん、またそこでおせっかおばさんが全然一緒に行くわ一緒に行くわって大阪から東京まで、ね、そうそうそう横浜、ね、なんとなく悪いから一人で行かせるのね、うんうん、一応行くわって行って、うん、行ったら、うん、もうね他のネットワークビジネスと全く違うものすごい会社だってことにね気がついたんですよ。もうやってたからね。そうそうそう、なんていうかな、うん、ギラギラしてる人もいないし、うん、なんかナチュラルでね、うん、あこの人多分トップリーダーなんだろうなってなんとなく分かるんだけど、うん、全然ギラギラしてなくって、うん、いい感じの人ばっかりだったんですよ、うんうんうん、それで会社のやってる、まあ、社会貢献の部分ね、うんうんうん、あれを聞いた時にね、うん、うわこの会社本気なんだなって世界を変えていく、うん、高品質なエッセンシャルオイルで世界を変えていくってこれ本気なんだなと思ったんですよ、うんうんうん、それでスイッチが入った。分かった、もう一発で分かった、うん、分かる、そう、うん、それと、うん、それが2015年の6月、うんうん、で、それで2015年の9月にアメリカのコンベンションがあるから、うん、まだね横浜ではね、うん、半スイッチなんですよ。半スイッチ半スイッチ、ね、半スイッチスイッチ入ったと思ったらね、うん、半スイッチだった、うん、そう、それでね9月にアメリカのコンベンションなんだけど、うん、8月のとある日、うん、なんかこうボーッとしてたらね、うん、アメリカのコンベンションに行った方がいいと降りてきたんですよ。あ、言われたわけでもなく、うん、頭の中に降りてきたの、うんね、うん、で、あの旅行オタクの夫がね、一応旅行会社してる、うん、夫があの辺にこう寝転んでたんですよ、うん、ね、うん、あの畳にね、うん、その後ろにこうやって、うん、あのさ、アメリカ行こうと思うんだけど私って言ったら、あ、いつ何日何日ってね、飛行機撮るの好きだからね、うん、こうやってこうやって撮っててくれたの、うん、それでピューンって飛んで、うん、行ったら、うんうん、全スイッチ全スイッチ入ったんですよ。すごい会社が、うん、ね、ゆきちゃんも行ったよね、うんうん、私も行きました。もう全スイッチ入りました。こんな会社に出会った、本気だってことが分かる。そう、で私たちが、うん、こんな会社にご縁させてもらってたんだっていうことがね、うんうん、もうドカンと入ってきて、これはみんなに教えてあげなきゃでしょって思ったんです。そのアメリカのグローバルコンベンションで、うんうん、そのスイッチがドーンって入ったその一番のこうきっかけになる、うん、そのお話ってどういうのがありましたか。あのね、うん、まあいくつかポイントがあってね、うん、とにかく創業役員が何人か出てきてお話をするときにね、うんうん、もうその人柄、うん、もうスピーチしてる内容とかね、うん、なんかこうエネルギーがね、嘘っぱちじゃない、綺麗事じゃない、本物だなっていうのは分かったんですよ、うんうん、でそれはもう大きな一つの理由、うんうん、でね、最終的に一番でもバスタオル1枚ぐらいね泣きたいぐらいね、あの感動したのがね、その年にねネパールの大地震が起きたんですよ、うんうんうん、それで、うん、もう本当に家屋ももともとほら粗末なって地図やけどね、うん、作りがそういう作りだから、うん、ものすごく倒壊してね、たくさんの命が失われてね、うん、学校もなくなってね、うん、でそこへの支援をこうドテラがすごいしたんだけれども、うん、それ以前にそのウィンターグリーンっていうね、うん、あのオイルの生産のために、うん、まあ、生産者の人たちの生活が変わっていくっていう取り組みをしてね、うん、いたんですよ、うん、でそのネパールへの震災への援助もそうだったんだけど、うん、ネパールの代表の人がね、うん、出てきてね、うん、うわーってスタジアムに、ね、たくさんの人がいる、すごいね、すごいね、すごい、その全てのスタジアムの方向に向かってね、うん、あの寛大なる WA の皆さんのおかげでね、うん、私たちの村450何世帯がね、うん、全員ご飯が食べれるようになりました、うん、全員学校に行かせられるようになりました、うん、全員文房具が買えました、うん、ようになりましたってね、うん、この3つを言った時にね、もうそしてふかふかとスタジアムの全ての方向に向かってこうやって頭をね下げられる姿を見た瞬間に、もう私も本当に今までね蓋をしていた思い、うんうん、子供の頃に、うん、あの人の役に立つに仕事がしたいって書いてるんです、うん、私、うん、卒業文集にね、うん、もうそんなのさ、うん、もう生活に追われてすっかり忘れてる、うん、もう完全に蓋をしてる、そんなこと思うな、うん、思ったってお前にはできないんだって蓋をしてたのがね、うん、パカンって開いたんですよ、うん、それで私、あ、私のやりたかったこと、うん、これだったんだって、うん、それでほら、もともと報酬プランとか頭に入ってるし、あ、そうか、そう、それここの会社のはいいって分かるから、うん、やれば、うん、結果として自分に収入が入ってくるし、うん、自分が伝えた人たちの収入も入ってくるっていうのは分かってるでしょ、うん、そして世界を変えていける、うん、自分が行動すると世界まで変えてくるんだっていうのがね、うん、もういっぺんにそのネパールの方のおかげでね、パッてすれ違えた。でもね、もう一つね感じたのはね、うん、この人はねご飯が食べれて子供を学校に行かせられることにね、うん、こんなに感謝できるんだって、うん、ね、
私たちって、うん、エアコンがあって車があって住むところがちゃんとあって着るものがあってね、うん、こういうことに感謝してできてるだろうかと感じたんですよ、うん、でね、ああ学ぶのは私の方かもしれないって、だからこれが高インパクトなんですよ、うん、私たちが彼らに施すんじゃなくて、うん、私たちも彼らの生活に影響を与える、そして彼らも私たちに影響を与える、うん、この高インパクトっていうのがね同時にバンって入ってきて、うん、もうこれを一生の仕事にしようと思ったんですよ。はあ、まあ、高インパクトっていうのはお互いに影響を与えるっていう意味なんですけどね、うんうんうん、それで高インパクトなんですけど、うん、はい、それでもうスイッチがもうバチコーンって入りました。バチコーンとなくバチコーン入りました。入ったところで大阪に帰ってきて、うん、そこからな何をやり始めるんですか。いやもうね、とにかくね、うんうん、パワーポイントとかも作ったことがないのにね、うん、いきなりねネパールの感動のね、うん、グローバルコンベンションのパワーポイントを作ってね、うんうんね、パソコン全然パソコンとかも全パソコン一応 E メールするぐらいね、うん、ね、使ってたの、うん、Excel ちょっと使える、うん、ワード使える程度、なんかもう降りてきたみたいな感じで、紙の自動書記みたいな感じで、そうだから、そうそう、人誰からも一回も教えてもらってないの、うん、パワーポイント、うんうん、でもここをしたらできるのか、ここをしたらできるのかって思いながらね、一応こう、その時何歳ですか、2015、だからね、55よ、55よ、すごっ、55でね、うん、だからね、あの年だからできないとかっていうのはね、もう全然関係ない、うんうんうん、でそれでみんなにね、うんうん、私がスイッチを入った理由を話して始めたんですよ。ああ、もう製品の話じゃなくて、まだある程度チームの皆さんがいたから、うんうんうん、そのチームの皆さんにその感動、グローバルコンベンションで感動したことをお話しした、勝手に作って集めて集めて、もう話するからとにかくみたいな、愛用者の皆さんとにかく来てみたいな、でとにかくやりまくったその話をね、そしてで私は、うん、まあ、それ10月11月にそういう活動するでしょ、うん、それで12月にねシルバーになると、うん、ね、その頃ねやっぱりね、うん、大阪で一人もダイヤモンドいなかったし、うん、シルバーになってる人とかもそんなに見かけない状態の時だったんですよ、うんうんうん、ってことはね、私ぐらいシルバーという飛び箱を飛ばなければ、うん、誰もこのシルバーという飛び箱が飛べるとイメージできる人がいないなって、うん、だから私は絶対飛ぶって決めて、その気持ちもみんなに話した、うん、私はまずシルバーになりますって、うん、だからなんちゃって愛用者がいっぱいおるから、うん、一応その他の初めてスタートするよりは早いなとはあったんだけど、でもそれ努力して12月に言った通りシルバーになって、うんうん、そしたら長崎の高橋博衣にもう12月にスイッチが入ったんですよ。はははは、入ったんですね、うん、火がついたことでもう兄弟の魂がもう燃え移ったっていうか、いや勝手にね、勝手に言ってきたの、うん、なんか、ね、姉ちゃんアロマ使ってるよね、うん、なんか長崎に来て無料セミナーしてって、うん、その頃ほら看護師してるから、うん、お仕事にしたいとかもないし、私も彼女にそれをっていう気持ちがね、うん、まだピンと来てなかったの、うん、で来たら、うん、もう聞きたい人がいっぱい集まっててね、うん、でこうした時に妹がもう看護師をしてるのが苦しいと、うん、ね、あの、うん、いう話になって、あなたこれしたらいいよって言ったら、うん、いや私どちらお仕事にとは思ってないのよねって、うん、だけどいつまでにいくらの給料がいるのって聞いたら、うん、6月までに25万の給料取れるようにならないと私は看護師辞めれないって言ったから、うんうんうん、じゃあ3月に辞めて、うん、6月までにシルバーになったら、うん、もう30万からの収入になるからねって言って、うん、あのそこから2人で走り出したんですよ。だから長崎が一本、大阪は愛用ね、うん、で大好きだった人たちがいたから、うん、そこでシルバーになっていって、翌月ゴールドになって、うん、でその5ヶ月後にプラチナになった、うんうんうん、でその半年後に、ダイヤになったって感じですね。はあ、うんうん、だったんですよ、うんうんうん、だから、なんだろう、私の場合はやっぱりこう、うん、やれば収入が取れるっていうのは分かってる、うん、ネットワークしてるからね、うんうん、で製品がすっごくいいっていうのが分かってる、うんうん、だけどね、もう一個ね、本当にスイッチが入る何かが必要だったんですよね、うんうん、でこれが私の志、うん、使命にぴったりのものっていうことが分かった時に走り出すことができたんです、うん、で自分ぐらい収入を取らなければチームの人が描けないなっていうのも大きな動機になりましたね、うんうん、で大阪で最初のダイヤモンドにね、ならせていただいたって感じなんですよ、うん、あれでね、うんうん、素晴らしい。で今はるみさんはブルーダイヤモンドっていうランクなんですけど、はい、ブルーダイヤモンドのランクになったのはいつですか。ブルーダイヤはね、うん、いつやったのかな、2019年かな、うんうんうん、ぐらいですね、うんうん、そうです。去年1年間もブルーダイヤのランクを1回も落とさずに、1回も落とさない、もうこれって本当すごいことなんですよね。
これでね、皆さんのおかげですよ。私もやっぱりこうビジネスパートナーがね、なかなか、うんうん、私もそうちょっと悩みなんですけど、はるみさんのところってあのビジネスパートナーおばあちゃんのブルーダイヤだったら、5系列ですね、うんうん、5人ちゃんとこうお仕事してる人の顔が見えて、皆さんがあのはるみさんと共に一緒にこう頑張ってる姿がこう見えるんですけど、うんうん、そのやっぱりちゃんとこうご系列のビジネスパートナーをこう見つけていくコツとかね、なんかこう、なんかそういうのをこうヒントみたいなのをいただけたら、うん、ね、うん、私さ愛用者って言っててもね、うん、このシステムを聞いてるからね、うん、愛用者なんだけど、うん、万が一ってことを考えたら、うん、自分のフロントは私より気の利いてる人が欲しいって思う、うん、最初から思っててイメージをしてた、イメージしてたんですよね、はい、だから大阪の素敵なね、松葉千佐子さん、うん、彼女も体がすごく大変だった時に出会ってるから、うん、あのシェアをする人だったんですよ、うん、最初から。だから最初のチームはほとんど的場チームですね、うんうんうん、で的場さんがいて、でその何人かのね大阪のリーダーたちも、うん、あのね実際はまず人柄なんですよ。うん、人柄は悪いけど自分の近くでやるリーダーはね、うん、あの自分がすごいできてたらね、どんな人ともできるんですよ、うんうん、だけどまあまあね、いろんなね、わがままだったりあるじゃないですか、自分の特性っていうのもね。だからあのお出来になってる方、お人柄が、うん、お人柄がお出来になってる方とやりたいっていうのはすごいんですけど ね、はい、思うわけ、ね、だから最初からイメージをしてた、自分のフロントにはいい人が必要だっていうことが分かってたんですよ。これシェアラーであってもそうなんですよ、ね、でそうですね、でやっぱり志とか使命を持って、持ってるんです、みんな持ってる、うん、だけど、うん、蓋をしてるんですよ、うん、そこに気づかないから、うん、そこを気づいていただけるような、うん、あの魂に響くような話をしたいっていうのは常に思ってました。だから最初からこの人めちゃくちゃリーダーになるなっていう人をね、うん、見つけたというわけではなくって、うん、一緒に歩んでいきながら、どう思う、こう思う、こうだよね、すごいよね、やっぱりドテラねっていう感じでやってきたし、うん、あのスイッチが入るのは私と同じでね、うん、やっぱり大きいセミナーだったりとか、うん、感動できる時にところに行った時に、うん、その人の本当の使命に気づくから、その辺が、うん、をやってました。もうだからネットワークビジネスって人をお誘いすればね、うん、なっていくよっていうのはその辺なんですよ、うん、それがアロマ会じゃなくてね、うん、魂が震えるような機会にお連れするっていうことを常々心がけてたし、うん、そしてその自分がやっていきたいリーダーさんにも、うん、やっていきたいリーダーさんが出てくるように、うん、その場所を準備してました。感動できる場所、もう誰でもがいつも横浜に行けたり、うん、アメリカ行けたらいいけど、うん、年に一度ずつのチャンスだし、うん、その機会を作るっていうことを心がけてました。だよね、結局私もウェブマーケティングとかマーケティングとか学んでるんですけど、うん、やっぱり人心が動かないと、うん、特に女性はね、うん、あのお財布開けないですもんね。そうなんですよ。そう、うん、そしてね、うん、やっぱりその量、これってバランスでね、うん、製品がいいのはねドテラの人すぐ分かるんですよ、うん、だから製品は言いたくなるね、うん、だけどね報酬プランが言いたくなる人を作るっていうのがすっごい大事なんですよ、うん、報酬プランを話さないチームは伸びないから、うん、絶対に、うん、だから収あの報酬プランと製品を絶対両輪として、うん、車の両輪として話せる人を、うん、あの増やしていくっていうことと、うん、ここで文化、ね、うん、そのコインポクトだったりね、うん、ドテラの社会貢献の部分は、うん、これがバランスよく、この3つがバランスよくやれるようにってことを心がけていると、うん、あの皆さんに良いチームができていくっていうことなんですよね。わかりました、うん、ユキは本当に自分がただ一人勝手に感動してるだけでした、うん、皆さんをもっと感動させる、うん、はい、感動する場所に連れていく、うんうんうん、あのまあ、でも自分が感動しないと周りも感動しないので、うん、その感動する場所を作る、はい、うん、そうなんですよ、まあ、心がけていきます、うんうん、あとね、うん、もう一つね、うん、思うのは、うん、その場所を作るでしょ、うん、それでね、ひろえとかをね見てたら、ひろえさんとか見てたら思うのがね、うん、相手をね、どんな人もね、うん、自分よりも、うん、この人が私より優れてる、うん、この人は優れてるっていう風に考えて準備することです、うんうん、尊敬の気持ち、うんうん、だから、あ、私がこれで感動したからあなたたちも感動するでしょ、見て
じゃなくて ね、うん、私よくあなたたちの方がきっと感動するよ、うん、これの凄さにもっと気づくと思うよっていうような気持ちで準備したり、うん、そのリーダーさんに接するようにしてます。うん、ゆきちゃんは私よりもすごくなる人っていう気持ちで接するっていうことがコツ、一つのコツ、うん、まあまあさ結構人間ってちょっとタイトルが先に上がっていくとさ自分が上って思ってしまうんですね。でもそうじゃないんですよ。たまたまね、たまたま今タイトル的には上なんだけど、人間としてはね完全に横並び、なんだったら皆さんの方が能力が上ですよっていうぐらいの気持ちでやるっていうのは心がけてます。なかなかできてない時もありますけどね、うん、はい、謙虚大事ですね。ありがとうございます。感謝とね、そう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 、感謝と謙虚、あとね、もうとにかくはるみさんって本当にたくさん傷つくこととか、ドテラってやっぱ人間が成長していくビジネスだから、うんうんうん、成長していく時にはやっぱりこう傷、ノーペインノーゲインじゃないけど、うんうん、やっぱり何かあったと思うんですけど、そこをか、うん、はるみさんはどうやって乗り越えてきたんですか？これがね面白いのね、うん、いっぱいいろいろあったんと思うんです、うんうんね、だけどね、うん、もうねなんかすごいことがあるでしょ、うんうん、傷つくことがあったとするでしょ、うん、だけどね覚えてないの、うん、なんでって言ったらね、うん、傷つくことが目的じゃなくって、うん、私は例えば今プレジを目指してるけどね、うん、プレジになるってことが目的でしょ、うんね、だからそのために出来事がいろいろ起きてるだけなんですよ、うんうん、だからおー起きたわーだから私の考え方がダメだったんか、うん、よしよしこの考え方真ん中次次ってなるんですよ、うん、だからねそこに留まっとく時間がもったいないの、決まってるから行きたいとこが、うんうんうんね、だからこれで3日落ち込んでたんですって言う人いるでしょ、私ね本当ちょっと変わってるんですよ、うん、そっか3日も落ち込めるってまあまあ暇なんだねって感じ、うんうん、だからまあ時間がもったいないっていう、そう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 、そこそのネガティブな方に時間を使うのが、うんまあ、命っても限られてるから、うんうん、結局もったいないっていう、うんまあ、大阪の人じゃあ大阪でもないんやけどね、うんうん、大阪でもやっぱ変わってますよ、うん、ああ本当まあまあ、うんうん、だからほとんどの人がね、うん、その木村涼子ちゃんとかね、うん、すごい仲いい人だよ、うん、ダイヤになるまでさもうすごいなりたいよねって、うん、やっぱりすごいなりたからなれたよねって言うけどさ、うん、ごめん涼子ちゃん私泣いてないってね、だから特殊ね、特殊のケース、うん、だけど、うん、だから特殊だからね、私落ち込むからダメとか思わなくていいんですよ、うん、別に落ち込んでも早く立ち直ろうって、うん、ね、でね、これきつい言い方かもしれないんですけどね、うん、何か物事が起きるときってね、うん、必ずその種があるんですよ、うん、それね、その種をね、うん、ほとんどの人がこの相手の人に、私もそうしてた、うん、相手の人の原因に持っていこうとするんですよ、うん、あの人がこうだからこういうことが起きたって、うん、だけどね実はねあの人がこうなのはね、あなたがね3日前に言った言葉がね、それが発芽してこの人がこうなったのっていうことがね、うん、全部自分が種なんですよ、うんね、でそれ考えるとね自分を責めなくていいとかっていうね、うん、のが巷に溢れてるけど、うん、これ責めるんじゃないんですよ、うん、こっちを変えようと思うとめちゃめちゃしんどいじゃないですか、うんね、この人のこの言い方が気に入らないのにね、なんとか変えさせたいとかね、うん、するとすごいしんどいでしょ、でも、うん、あ何のためなんだろうって、うん、ああ私があの人をそういえば一回雑に扱ったことがあるわとか、うんうん、ね、私が旦那さんに対してすごい雑な言い方してるわって、うん、その種がねここで発芽してるかもしれないですよ、うん、そしたら自分を変えていくってことをね、うん、したらね、うん、種が変わってくるでしょ、うん、だから楽なんですよ。なるほどね、うん、そこになった時にね、うん、すごく楽になった。あでも私たち本当ドテラっていう製品があるから、うんうんうん、もう自分を変える製品がもう目の前にあるから、すぐそういうことが起きても、うんうん、助けられますよね。助けられる、うんうん、で、そうそう、脳がね、脳の働きが良くなるから、うん、腸が良くなることだったり、うん、ミネラルをしっかり取ることで、脳の働きが良くなるから、うん、もう前とかだったら神経伝達物質が足りてないのね、うん、ミネラルが足りてないとね、うん、だから落ち込みとかもひどいんですよ、うん、だけど、うん、だ落ち込みがねひどくないの。それで、うん、皆さんがね、多くの方がね30センチ落ちぐらいね落ち込むって、うん、一番ひどい時が30センチぐらい落ち込むかなって、うん、私大体2センチぐらいしか落ち込まないんですよだから2センチだから回復が早いからね、うん、まあ、そんな人もいるかもしれない。でも自分はいつも30センチぐらい落ち込むなって、ちょっと今回25センチぐらいにしとこうかなとかね調整できるの。私も本当ドテラどんどん取っていったら、うん、これがだんだんこうなってそういってなんかこう慣れるじゃないけど、うん、もう成長にはこれも必要だからねっていう。だって生きてるからさ、出来事っていうのは起きて当たり前でしょ、うんうんうん、
でしょ、うん、だからそういう考え方をもうできるようになりますね、うん、でほらね、前向きな人とかさ、うん、明るい人と接する時間が多いから、うん、でも、うん、そうね、うん、ね、なんかもうさ、はぁーとか思ってても今日もアロマランチと思ったらさ、もう言うとる暇ないよ、うん、準備せんとねみたいな感じじゃないですか、うん、これが幸せ、ね、暇やったら落ち込むんですよ、人間って。そうね、そうね、スケジュール入れていくっていうのすごい大事、うんうんうん、もう本当に深い深い話ありがとうございますこれからでも、もう本当はるみさん たくさんたくさん走ってきて、もう本当に私たちはるみさんのおかげで とてもとても助けられて、あのちょっと空とそのピンクのやつ撮って、その未来、そう、あの、ね、こういうね、あのドテラのことがね、もうビジネス製品のことから、もうアロマの基本のことから、ビジネスのこと基本、あの全部こう、あの網羅されてるこのパンフレットとかもね、はるみさんが全部作ったんですよね。そうなんですよ、これね、降りてくるんですよ、作れって。そう、作れって降りてくるね。チームのためにこんなね、みんながこうビジネスしやすいように、うん、でこれもね、すごくお安くね、あの私たちのチーム譲っていただいたりとかね。で最近あのはるみさんがねされたことって、そのアロマ会とか、そうお呼びするだけじゃなくって、みんなが活動しやすいようにっていうことで、あの、製品とビジネスのあのホームページね、動画が集まった、動画のリンクがね、うん、ここたくさん集まったホームページもね、あのはるみさんがガッポガッポ稼いでいただいたお金で、私たちチームのために作っていただいて、本当にあのフォローとかがね、すごい、うん、あの助かって、もう本当私このはるみチームでよかったなって本当に思ってます。はるみさんからつながってよかったなって思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、うん、やっぱりこう、うん、今ってね、昔はね、うん、例えばゆきちゃんが使い始めました、うん、私からの紹介でね、うん、じゃあゆきちゃんこの動画見といてねとかね、うん、1本送ってね、どう見たとかって言って、うん、じゃあ3日目にこれやるとかね、うん、やってたんですよね、うん、でもね、いっぱい新規登録出す人ってね、追いつかないし、うん、でこの人はね、いやもうその3日に1回とか送らんでさ、もう全部ドンってちょうだい、私自分で勝手に勉強するからみたいな人も増えてきたんですよ、うん、自分のペースで勉強したいのって、うん、ね。でそしたらね、ホームページをバンと渡してたらね、うん、もうすいません、徹夜で1日で全部見ましたみたいな人もね、いたね、私はえーみたいな、うん、であのついでにビジネスの方も全部見たら、うん、興味なかったんですけど、うん、ビジネスもやっていくことにしましたみたいなね、そういう人も出てきたんですよ。もうむちゃくちゃ本当、教育の面ではもうこのチームに私充実してて本当に頑張っております。ありがとうございます。もう活用していただけると、はい。はるみさんは今あの大阪の方を拠点に、うん、あのどういった活動をされてるんですか？そうですね、私はね、うん、やっぱりね、もう早いうちからね、うん、リーダーさん自体がそれぞれでやっていけるっていうことを目指していてね、うんうんうん、それで私のところのリーダーさんはそういうタイプが多くて、もちろん私の応援とか一緒にコラボとかもするんだけどね、ただ場所が必要なのなと思ったんですよ、うんうんうん、で大阪とかやっぱり長崎と比べるとやっぱり住宅事情ちょっと大変な人もいるから、あのサロンね借りてね、で一つはアロマショップと一つになったものを作ってて、まあ、そこは10人ぐらいまで入れるとこかな、でもう一つね、120人入れるセミナールームを作ったんですよ、はい、でちょっと一部分はね、12人ぐらい入るリビングルームみたいにちょっと可愛くして、で残りがセミナールームってしてですね、そこでなんかアロマクッキングやったりとか、あの100人ぐらいのセミナーやったりとかね、いろんなことやってて、で実は千葉の方にもですね、 3LDK のマンションをサロンとして、まあ私が泊まりに行った時の部屋として準備しててですね、そこもね多かったらね 4,50 人は入る場所なんですよ。でそこ使って、チームの人がアロマタッチやったり、今度はアロマタッチトレーニングもするんですけどね、そういう場所を皆さんに提供するっていうこともさせていただいてます、はい、素晴らしい、はい、大阪に2拠点2つサロンがあって、今千葉でも拠点があって活躍されてるっていうことですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、今回は中田はるみさんの対談動画でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。この動画を見て少しでもお役に立てましたら、はい、チャンネル登録、紹介よろしくお願いします。よろしくお願いします。アロマやエッセンシャルオイルを学びたい方、子供に安心安全なものを使いたい方、家族の健康を守りたいママ、ドテラが気になる方は概要欄にある中島由紀の公式 LINE に登録していただければ、ドテラ入門講座やオイルのサンプルや
ドテラのことが分かるパンフレットをプレゼントしていますので、よければ入ってみてください。で、私が無料でプレゼントするのは、ドテラとか私にね伝えてくださったアップの方々から多くのものとかね、教育の機会などのプレゼントをいただいたから、そのご恩送りとしてプレゼントをさせていただいています。必要な方にドテラが届くのを祈っています。で、あとインスタでは YouTube ではお伝えできない製品の使い方とか、日々の暮らしや長崎県西園木郡長与町の私の自宅で行っているリアルのドテラ入門講座やワークショップのお知らせなどを発信していきますので、よければフォローしてみてください。私と同じ思いで同じ志を持って一緒にドテラビジネスに挑戦したいビジネスパートナーも募集しています。一緒に楽しく世界一愛されているエッセンシャルオイルを商材として活用しながら、健康で美しくなりながら成長していきましょう。はい、では皆さん、ではまたね。次の動画でお会いしましょう。はるみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。